こんにちは、カイチです。キングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。激しい攻防が、おお来た、これリベンジアタックか。早いな、ゲートが近いからかな。よし、カタパルト活躍してるよ。いいよいいよ。やっぱ壊されるね、壊されるね。おお、マジ、あ、高台も、ああ2人やられてる。あの幽霊みたいなのに多分食べられましたね。勝った、勝った、勝ったよ。よしよし、ちょっと待てよ、焦るなよ。クマさんだ、クマさんでお金を稼ぎながら移動します。かつもうこれは完了させます。高飛びの準備は完了させます。これをチャンスと捉えます。よし、ちょっと1回目の時と段違いじゃないですか。この島に入った時の条件は前の方がいいんですよ。騎士兵もいるし。でもやっぱりその何をするかによって変わるんですよね。ほっほっ、そうか、大工待ちをしてる間も時間を無駄にすることなくハントができる。クマ、クマ素晴らしい、クマいいな。クマの評価もううなぎ登りですよ。滝登り状態ですよ。これは草木を切ることでこの辺あの草原になるんで、あのこういう乗り物、乗り物っていうかその動物の体力回復できるんですね。牧草で草食べるあの場所が増えるんで非常に重要なんですよ、この木を切るっていうのは。気持ちいい気持ちいい、なんか散髪してる気分ですよね。おお、ブラッドムーン見に行きましょう。うん、どうしような、もうハンティングすることはないかな。やっぱりね、バリスタの方が絶対早いんですよね。もうちょっと人数多くてもいいかな。もう十分ですけどね。あ、大きいのが今度来た時ちょっと難しいかな。コインが欲しいんですが、いいでしょうか。ありがとうございます。おお、いっぱいある。この辺もあるんじゃない。おーい、素晴らしい。で、あとこのおじいさんですよね。ちょっとおじいさんで実験しようかな、紹介も兼ねて。この小人シリーズは、おじいさんおばあさんシリーズはもうみんな、この石系ですね。塔のものに関わるものなんですけど、ちょっと見てみましょう。完成したかな？はい。熊さんお世話になりました。こんなにお世話になるとは思わなかった。よし、じゃあ伐採作業はこれで完了させようかな。25か。そろそろ秋になるのかな。よし、じゃあおじいさんの実験しましょうか。おじいさんおいでと。
じいさんでこれ作ります。ウィーウィーってやってますね。はい、なんかできました。新しい塔ができました。でコインを6枚投下するとまたなんかできるということになるんですが、これ最初このなんか騎士の人形がこう剣持ってるんで攻撃し続けてくれる像かなと思ったんですけど、これ何の意味もないんですよ。これただの塔でこっからなんか攻撃するわけでもないし、何でもない、ただのもう景色になってます。でコイン入れます。そうするとこれ騎士の職ですねができました。でこれ取ると騎士になるっていうことなんですよ。拠点の方だと、片側に最大2人までしか作れません。こうやって今2人いると、で右側も2人いるというふうになってるんですけど、これを新しく作ると新しくもう1人、でもう1個作ると多分もう1人作れます。で一応騎士兵の注意点としては、こうやって1人作るとその付き人が最大4人かな、4人狩人が騎士チームに入っちゃうんですよ。勇敢な狩人からへっぴり腰の狩人になるっていう、だからそこをちょっと気をつけなきゃいけないんで、どうするかってことですね。うんうん。で何を実験するかっていうと、一応船に乗り込めるのは2チーム2騎士乗せられるのはこれまでもやってきたんですけど、3チーム乗せられるかどうかっていうのはちょっと知らないんで、それ試してみようかなと思います。でそろそろ冬になるかもしれないんで、その農家の人たちからもらったお金をちょっと秘書に預けてみます。なんか前の動画でもそうなんですけど、農家さんは普段はお金をいっぱい貯めてるんですけど、多分冬になって食料がなくなった瞬間にその貯め込んだやつがリセットでなくなっちゃってると思うんですよね。なんかそんな感じがしたんで、ちょっと右側の討伐を進めましょうかね。本当にあとはどこまで行けるかみたいな。来た、いきなり仮面。ほい、よいしょ。カタパルトいい仕事してます。チーム行くかい？2チーム行く必要ないかな。ゲート破壊ウォッチング、お、カリウドも参戦か。カリウドもウォッチング。1、2、3人、ギャラリーは3人、1人は来ていった。おお、3人を一振りで。騎士のレベルがすごいたくましく上がってますね。1回もコイン落としてない。左側に負けてたまるかっていう気迫を感じますね。
はい、お疲れ様です。はい、ということで今回の動画はここまでになります。次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。